皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回はファイナルファンタジー7ザ・ファーストソルジャーのファミ通紹介をしていきたいと思います。銃撃の腕前が全てではありません。斬新なバトルロイヤルゲームです。それぞれ強みが異なる4つのスタイルを選択します。スタイルにはウォーリア、ソーサラーなどがあり、マイバトルごとに選択できます。スタイルごとに固有のアビリティやスキルが用意されていて、特徴や強みが異なります。スタイルは使い続けることでレベルアップして、新しいアビリティやスキルを獲得できます。戦略の幅が広がる魔法。魔法はマップ上でマテリアを入手、装備して使用します。ケアルやファイヤー、サンダーなどおなじみのものが用意されていますが、その使用感はバトロワ用にアレンジされています。神羅製バイクやチョコボなどファイナルファンタジー7らしい乗り物もあります。フィールドには宝箱やアイテムの購入、武器のアップグレードなどができる自動販売機などがあります。移動手段には車やバイク、チョコボなどが用意されています。CBT プレイレビュー。バトロワ用にカスタマイズされたファイナルファンタジー要素が新鮮です。まあそんな感じですね。まあ30年前のミントガルが舞台ということで、見慣れたミントガルがまだ建設中で、ところどころ荒野も広がっている状態です。まあ近未来前の世界観といったところですね。まあ、とはいえ技術はある程度発達しているという感じがしますね。まあ30年前、まあ結構発展しているような感じがしますからね。まあ今はもう50年前ですかね、55年前ぐらいに近代化がもう完成していますからね。まあそこからテクノロジーが進化して現在に至りますからね、この現実世界も。まあ、ちょっとグダグダになったような気はしますが、今回はこの辺でファイナルファンタジー7 The First Soldier のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。